次に宮越光弘君。委員長。宮越光弘君。自由民主党、宮越でございます。今日は質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。沖北では、以前、田中真紀子外務大臣の時に質問させていただいて以来でありますので、11年ぶりということになりますけれども、よろしくお願い申し上げます。まず、沖縄問題についてであります。沖縄振興特措法、本改正案には、評価すべきところもありますけれども、まだまだ不十分なところもたくさんあると思います。で、我が党といたしましては、与野党の協議でもって不十分なところをしっかり修正をし、今月中に確実に成立させたいというふうに考えております。で、議論の頭出しとして何点かお聞きをいたします。まず105条の一括交付金関係であります。沖縄一括交付金のうち、ソフト事業にかかる特別通信交付金につきましては、沖縄独自の交付金という性格、あるいは計画的、効果的な活用ということを考えれば、複数年度での使用を認めるべきであります。これは沖縄県分の300億円だけの問題ではありません。市町村分の300億円も、財政力のある大きな市町村だけが、十分な予算が計上できて、小さな市町村は指を加えて見ているということにもなりかねません。で、交付金を次年度以降も計画的、効果的に使用することができるよう、沖縄県が設置する基金への積み立てを可能とすることについて、担当大臣からお答えをいただきたいと思います。川端大臣。まず沖縄北方担当政務官として大変熱心に今も引き続き取り組んでいただいている先生の活動に敬意を表したいというふうに思います。ありがとうございます。沖縄振興の一括交付金は沖縄側の自主的に選択した沖縄振興に資する事業を実施して沖縄の実情に即したより的確かつ効果的な施策が展開されるようにという趣旨で創設をさせていただきたいと思っております。ただし、この交付金は地方交付税のようにまさに一般財源で自由に使えるということではなくて、補助金と適正化法の対象となる国庫補助でありますので沖縄県の特殊事情に鑑み沖縄の振興に資する事業に活用していただくという、大きな枠組みの中でございます。したがいまして交付金の基金への活用については事業の性格に関わらず交付金を安易に積み立てるということは適当ではないということはご理解いただけるというふうに思います。しかしながら一括交付金の趣旨に合致してかつ複数年度にわたり実施することが真にやむを得ないものについて直ちに基金が排除されるものではないというふうに思っております。いずれにしてもまずは具体的に県としてどのように判断されるかが一番肝要でございますのでその上でご意向があれば適切に対処してまいりたいと思っております。宮越光弘君。排除されるものではないということだけではやはり不十分なのではないかというふうに思いまして、地元の不安を、これでは払拭できないというふうに思います。で、次に91条の交通の確保というところでありますけれども、新たな公共交通機関についての調査検討の規定の中に調査検討だけではなくて鉄軌道の整備を明記することにつきまして担当大臣のご見解を伺いたいと思います。川端大臣。沖縄においてかつて鉄軌道があり、思いとして非常に強く思っておられることは私も十分承知をしております。そういう中で、路線バスなど既存の交通公共システムとの関係あるいは今後の跡地利用による都市構造の変化を踏まえた将来公共交通ネットワークのあり方それから利用需要や事業費それらを踏まえた事業採算性などの課題があるというふうに思っております。これらの課題について検討を深める必要があるということで内閣府においては需要予測や採算性等についての基礎調査を実施中でありまして来年度以降も引き続き課題検討調査を行って県民の意識調査を行うとともに県民の意識調査も行ってまいりたいと思います。で、法案の条文はこれらの状況を踏まえて規定したものでありまして現時点で鉄軌道の整備を法律に明記する段階ではまだないのではないかというふうに思っています。整備のあり方というふうに書くということは整備を行うことを前提としてどのような方法で行っていくかということに調査検討することになりますので現時点では導入の可能性や課題について調査検討を行っているところであります。
そのような規定を置く段階ではないということで、判断をさせていただきます。引き続き沖縄県と連携して、沖縄県の皆さんの声も伺いながら、調査検討をしっかり取り組んでいきたいと思っております。委員長、宮越光弘君。まあ、10年間の延長ということであります。で、ありますので、調査検討は当然必要でありますけれども、その先に来るものについてもやはり明記すべきではないか、この点も修正協議の対象にさせていただきたいと思います。大臣所信をお聞きいたしました。残念ながら離党の2文字が全く入っておりません。副大臣の予算の説明にも入っておりません。これはどうしたことなんでしょうか。基地問題や沖縄本島ばかりに目がいって、県土の均衡ある発展のため離島の振興が極めて大きな課題であることを忘れておいでになるのではないか。沖縄には離島問題がなきがごとしの所信であって、あえて所信の中で関連づけるとすれば観光振興の部分のみであります。担当大臣の所信に離島が入っていないというのは私の知る限り初めてのことではないかと思いますが、いかがでしょうか。川端大臣。離島問題は極めて重要な沖縄政策の一つであることは十二分に承知をしておりますし、まあ、過去の例で申し上げますと、今回が初めてではございません。他にも、まあ、例はありますし、就任の時の所信では申させていただきましたけれども、今回は法改正を含めた、まあ、大きな節目で制度改正をやらせていただくということで、その部分の記述に、まあ、重点を置きましたので、各論については分量を圧縮したことから直接の言及をしませんでしたけど、まあ、離島政策の重要性をいささかも軽んじることではございません。沖縄県は広大な海域に多数の島々が点在しております。この離島の活性化を図ることは住民の方々の生活安定だけではなく国土保全に対しても極めて重要であるということは私もしっかり認識をしております。そういうことを踏まえながら今般創設した一括交付金制度においては県が自主的な選択に基づいて実施するものでありますが、離島振興に関しても島々の実情に即してよりきめ細かな施策を実施していただくことを期待しておりますと同時に、税制改正については沖縄路線にかかる航空燃料税の軽減措置を拡充し、本土と宮古島、石垣島、久米島を結ぶ路線を加えるなど離島の活性化に資する処置も行っているところでございます。宮古市光弘君。沖縄県の重要問題の中の一つが、格論ではないんですよ、重要問題の一つが離島の問題であるということを決してお忘れになってはいけないと思いますよ。離島振興に関する国の責務、これは今与野党すべての政党が同じテーブルについて入り口から離島振興法の改正作業をやっておりますけれども、すでにこの離島振興に関する国の責務ということにことを新たに法律に明記をするということが合意をされているということも申し上げておきたいと思います。沖縄の離島政策に関しまして、離島の妊産婦でその区域外の病院等での健康診断や分娩にかかる補助制度、離島航路航空路に関し本土と同等の条件での往来のための補助制度、離島からその区域外の高等学校に進学した生徒の保護者に対するかかる補助制度、これらの創設について担当大臣のご所見を伺いたいと思います。川端大臣。ご質問は離島地域の活性化のために住民の方々が安心安全で暮らせるように、交通コストの低減や航路航空機の維持確保、生活基盤の整備等が必要であるとの問題意識から、まあ、ご指摘の問題だというふうに思っております。ただ今妊産婦あるいは高校の生徒の問題等々個別の事業をお触れいただきました。地域の実情に即して、まあ、より的確に、きめ細かく施策が対応できるようにというのは今回の、まあ、交付金の趣旨でもございます。そういう意味では今回新たに創設する予定の沖縄振興一括交付金の中で県がご判断される
ものに含まれていくんだろうというふうに思っておりますが、ご指摘の補助制度については、これを別途ですね、まあ、国としてといいますか、新たな交付金とは別に、補助制度として、創設することは、まあ、交付金の趣旨にはなじまないと思っておりますね。交付金というのはそういうことをきめ細く対応していただくために、総都人を含めて設置したということですので、ぜひとも沖縄県の方でそういう県民の大きな願いも含めて対応していただくようご検討いただけたらというふうに思っております。宮越光弘君。ソフト事業の交付金の中で対応していただくというお話でありますけれども、離島は沖縄にだけにあるわけではありません。全国に離島が420数箇所、そうするとこれは有人離島でありますがあるわけでありまして、で国の責務、基本的な責務という部分と実はここは関わってくるところでありますので、ソフト事業一括交付金での対応ということもこれはもう十分可能だとは思うんですけれども、国の責務としてどう考えるかというところと関わってくる問題ではないかというふうに思います。で次に軍用地跡地利用法について何点かお聞きをいたしたいと思います。で野党共同提案で、参議院に軍用地跡地利用促進法案を提出をいたしております。で基本的な部分で政府案との違いがあります。まず政府案には基本理念というものが書かれておりません。特に跡地利用について国の責任を踏まえた国による主体的な跡地利用の推進ということが欠けております、抜けております。で川端大臣をはじめ歴代の担当大臣は答弁で国の責任ということについて何度も言及をしておいでになります。玉城デニー議員、赤嶺議員、それから参議院の島尻議員、それぞれに対して歴代の大臣が、国の責任という言葉を使って答弁をしておいでになります。でしかし今回出てまいりました政府提出法案には国の責務としか出てきておりません。責任という表現につきまして、私どもは戦争責任ということを言っているのではなくて、跡地利用に関する国の責任ということを申し上げているわけであります。なぜ国の責任という言葉を使わないのか、あるいは使えないのかお聞きしたいと思います。川端大臣。参議院三法で、基本理念として提起されている3点の趣旨に関しては我々の法律でもその分は、まあ、表現ぶりは多少違いますが、趣旨については含んで書かせていただいたと思っております。その中で今国の責任と責務という先般も参議院でもご議論がいただきました。まあ、歴史的、地理的、社会的にないろんな背景のある沖縄において国が沖縄振興をしっかり図ることは国の責任であることは私もたびたびこの場でも申し上げてまいりました。こうした認識で、法律としてどう書くかというと、国のあるべき、やるべきことをしっかり徹底するということを基本的に、示す意味では、まあ、法令用語の、まあ、解釈というか定義含めてですね、検討、政府内において法制を含めて、検討させていただいた結果、国の責務と書くのが適切ではないかということで、書かせていただきました。まあ、先ほど離島振興の方の委員立法の話されましたが、ここでも国の責務という書き方です。これは背景が若干違いますけれども、法令用語としては責務が多いということ、責任というのが書いてあるものももちろんあります。責務、まあ、法令用語としての解釈を紹介いたしますと、責務とは一般的には責任と同じ意味で用いられるものであるが、それに加えてより広く職務任務というような意味にも用いられると、政府と書いてあります。政府案においては駐留軍用地が広範かつ大規模に存在するという沖縄県の特殊事情や跡地利用が沖縄振興にとって非常に重要な問題であること等を含め、国の任務としてやるべきことをしっかり徹底するという趣旨に鑑みて、責務という言葉がより適切であろうという判断をさせていただきました。宮越光弘君。沖縄の場合は一般の離島とは違うんだと思います。で今福島復興再生特措法というのが与野党協議中であります。おそらく近々復興特で採決されて成立をすると思います。可決になると思います。でその中で原発事故被害について、
今どういう議論がなされているかといいますと、国の社会的責任と、という文言を書き込む方向で議論がなされております。私は沖縄のこの跡地、軍用地跡地の特殊性を考えたらですね、跡地利用法についても同様の考え方ができないわけがないのではないか、というふうに思います。これも、ぜひ、ご再考をいただきたいというふうに思います。で次に、土壌汚染や不発弾処理など、跡地の現状回復の問題でありますが、現行の軍天法施行令では、国が調査を行う必要があると認められる場合、という要件が設けられておりまして、政府提案の返還実施計画の部分にも同様の規定があります。でキャンプクワイにおいて、地権者に引き渡された後も、国による土壌汚染の処理工事が繰り返されております。でこのような事態に至っているのは、限定が設けられているためであります。で我が党をはじめとする野党共同提案では、このような限定は廃止をし、土地の区域の全部について、支障除去を完了した上で、地権者に引き渡しを行うこととしております。沖縄にとりましては当然のことではないか、というふうに思います。で仮に、国が調査を行う必要があると認められる場合という記述を残せば、キャンプクワイのような事例が他にも数多く出てくるのではないかと思いますが、これは防衛省の方からお聞きしたいと思います。下条防衛大臣政務官。お答えさせていただきます。現行の法令においてはですね、国が調査を行う必要があると認める場合についてという汚染調査を行うことを規定しております。おっしゃっているとおり、キャンプクワイについてはですね、返還をしてからいろんな汚染状況が出てまいりました。それはまあ土地使用履歴に基づいたことが多くあったというふうに考えております。ただまあそのためにですね、その後の、合わせゴルフ場についてはですね、磁気探査を全域にわたって調査をいたしまして、それについては結果的には多くのものが見つかり、また調査期間は先生ご存じのとおり3ヶ月かかりまして、また汚染の除去にも4ヶ月近くの日数がかかっております。まあ、そんな中で今般の法改正についてもですね、国が調査を行う必要であると認められる場合というふうに修正させていただき、中国の声に起因する土壌汚染等に限定せず実施するということになっております。いずれにしてもやはり地元の調整できる範囲内等を含めましてですね、関係市町村、都市所有者との意見等を踏まえて客観的に調査を行う必要が今後ともあるというふうに認識しております。返還後の跡地利用を図る土壌汚染等の使用を除去することが重要だと認識しておりますので、今後とも現状から万全を尽くしてまいりたいというふうに思っております。また沖縄の中山知事がですね、まあ、報道の中でこの合わせゴルフ場の跡地のやり方については、この先の軍用地跡地の利活用でいい手本になる可能性があると意見を頂戴しておりますので、今後万全を尽くして検討に入っていきたいというふうに思っております。以上です。宮越光弘君。万全を尽くすという姿勢がこの文言には残念ながら見えていないんですよ。おそらく参議院では相当議論になると思いますよ。ご再考いただきたいと思います。で次に、今ほど石田議員の方からもサトウキビのお話が挙げておりました。私の方からも質問させていただきたいと思います。サトウキビは沖縄鹿児島の離島における基幹作物であります。台風の常襲地帯であり、数年に一度は必ず干ばつに見舞われる、そういうところでサトウキビしか以外では島の農業ができない、島を守れないという性格の作物であります。で南大東島の製糖工場の煙突には、サトウキビは島を守り、島は国を守ると対処してあります。その通りだと私も思います。今期の沖縄県の生産量56万トンは復帰後最低水準です。でこれまでの最低水準、平成16年17年の67万トン台、これが最低水準でありました。そこになんとか手こ入れをということで、18年には76万トン、19年には80万トン、20年、21年は88万トンで推移をしてまいりました。しかし、手を抜いたら
途端にどん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 下がって、今期は56万トン、過去最低水準でありました。収穫期前の昨年12月の段階では65万トンの予測でありましたが、実際の収穫はさらに9万トンをも下回る大凶作になりました。で、直ちに対策を講じなければ、この影響を来年以降に引きずってしまうことになる。これは確実であります。で、島ごとにある製糖工場の稼働率 30% 台にまで落ち込んだところもあります。で、経営が極度に悪化しております。で、凶作が続き、工場が閉鎖になれば、つまり工場でこの、で、まあ、なくなったらですね、サトウキビ生産そのものができなくなるんです。で、現に伊江島ではそれに近い状態まで陥ったことがあります。で、来年の生産回復に向けて対策を打てるタイミングというのは、春植えが始まる今しかありません。で、ここで、種苗の確保、肥料対策など、危機感を持って緊急対策を講じる必要があると考えますが、川端大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。川端大臣。今年が大変な凶作で、平年度を約3割下回る 56.1 万トンということで、大変厳しい状況にあるということは、私も承知をいたしています。そして、今、ご指摘のように、今すぐということは、いわゆる今年度でやること、それから、いわゆる新年度、まあ、境目でありますけれども、そういう分では、今、この、今度国会でご議論いただこうという、多分一括公金のいろんな世界というのは、あるいは農水省の予算というのは、まあ、普通で言うと来年度の話であります。そういうことでできることをやるべきことと、今すぐどうするのかということを、これは沖縄県農水省、そして我々もご相談に預かる中でですね、いろんなことは取り組めることは最大限取り組むようにしなければならないと思っております。委員長、宮越光弘君。主体性が欠けております。ご相談に預かる中でなどと言っている暇はもうないんですよ。春植えの今の時期にしか来年の生産を何とか確保するための手立ては講じられないんです。夏植えは収穫は再来年になります。今しかないんですよ。ご相談があればと、一括交付金の関係でそういう言い方になるのかもしれませんけれども、それではやはりこの内閣府としての沖縄関係部局の責任放棄になってしまうのではないか、私はそう思います。ぜひ緊急に対策を講じていただきたいと思います。何かご答弁ありますか。川端大臣。ご指摘、大変厳しく受け止めて、対応してまいりたいと思います。以上、宮越光弘君。それでは北方領土問題に移りたいと思います。浅野先生の方からもお話、ご質問がありました。プーチンがメドベージェフと入れ替わることになりました。4年前のメドベージェフの得票率 70% には届かなかったものの、まあ、63、4% の前後の得票率で1回目の投票で、当選を決めました。で、当選が決まった後、プーチンが涙を見せたシーンが流れ、必ずしも盤石の勝利ではなかったことを示しました。で、しかしプーチンに対するロシア国民の期待度は野田内閣ほどは下がっておりません。で、メドベージェフの 70% のプーチンの 64% をと比較して、どちらが強固な政権基盤を持っているかといえば、私はプーチンであると思います。おそらく大臣もそうお考えだと思います。で、メドベージェフは国後島を訪問するなどして強い大統領であることを誇示しなければならなかったわけでありますけれども、プーチンにはその必要があまりありません。飛び跳ねた言動ではなく、領土問題を含む日露関係全般についてしっかりとした戦略を持って当たってくるに違いないというふうに思います。対ロシア外交の日程では今年ウラジオストックで開催される APEC があります。プーチンもこの会議を非常に以前から重視をしております。それまでに我が国としては領土交渉を含む対ロシア外交戦略を政府全体で練り直していく必要があるのではないかと思います。当然検討がすでになされていると思いますけれども、プーチンの任期が6年ではなく12年の長期となる可能性があることも視野に入れて、防衛や経済協力、人的交流、ロシアの状況変化などあらゆる面から戦略を構築しなければならないと思います。
野田総理はプーチン次期大統領との電話会談で領土に関し英知ある解決に取り組みたいと発言をされました。5月の G8 サミットで初の首脳会談をセットしたいということでありますけれども、私は戦略なしに拙速に交渉開始のゴングを鳴らすのは、これは最低でも圏外といった結果と同じことになるのではないか。外務大臣としてはプーチンロシアとの交渉をどのように構築をしようとしておいでになるのか伺いたいと思います。山田大臣。はい、ありがとうございます。先ほども申し上げましたが、1月28日にですね、日露の外相会談、4時間半にわたって、行いました。ラブロフ外相との間で行ったもので、ありますけれども、まあ、今回のプーチン氏のですね、発言というのは、その時のですね、会談を、まあ、踏まえたというかですね、今日いつにするものだというふうに感じています。で、私はロシアを重視をして、あらゆる分野で、協力を深めたいと思ってるんです。で、アジア太平洋の戦略環境が今変わってきて、いますので、この日露関係を進化をさせていくっていうのは、私はその重要性は増しているというふうに考えていますので、まずですね、その幅広く話し合っていくということが大切なことの一つだというふうに思っているんです。で、その流れの中でですね、この領土の問題、最大の懸案でありますから、むしろこの領土問題を解決をして、平和条約を結ぶというその必要性は一層強まっているというふうに考えて、いますので、そういう意味で、この最大の懸案である北方四島の帰属の問題の解決に向けて、まさに、戦略という意味で具体的にうんぬんということをこういう場で申し上げるのはいかがかと思いますから申し上げませんけれども、腰をそういう意味で落ち着けてですね、前進を図るべく、取り組みを行っていきたいというふうに思っているんです。で、例えば首脳同士の対話、あるいは外相同士の対話、これも必要だと思いますけれども、現時点でですね、スケジュール等が確認されている、あるいは調整をしているということでは、現時点ではですね、なくて、今後調整をしていくことになるというのが、まあ、現時点ということで、ご理解いただければというふうに思いますけれども、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、あらゆる分野において協力を深めていくということで、プーチン大統領就任後もですね、その対ロ外交の基本方針の下で進めていきたいというふうに考えております。宮越光弘君。基本的な考え方は私も賛同であります。やはり気をつけないといかんのではですね、半年で日露関係を前進させるというふうにある総理はおっしゃったわけでありますけれども、一時的に雰囲気だけが盛り上がったんですが、実際の交渉は全く前に進まなかったと。その二の舞になるようなことはぜひ避けていただきたいというふうに思っております。で、3年前の通常国会で北方領土問題等の解決の促進に関する法律、略称北徳法の抜本改正をいたしました。で、超党派で構成する北方領土返還四島交流促進議員連盟で改正案を作成をし、前回一致で成立を見たものであります。私も北方議連事務局長として法案の作成に携わらせていただきました。で、27年ぶりの抜本改正で、日本の法律に初めて北方領土は我が国固有の領土であるにもかかわらずということを明記をさせていただきました。で、これに対するロシア側の反発は当然予想をいたしておりました。おととしの3月モスクワで開催された日露専門家対話に民主党の平岡議員とともに参加をさせていただきましたが、ロシアのある専門家は北徳法の改正について誤った時期に正しい判断がなされたのではないかと発言をいたしました。
北方領土は我が国固有の領土であるという法改正について正しい判断という認識を示したわけであります。これは政府側ではありません。このある専門家ということであります。日本の国会の意思は明確に伝わったと私は思います。でところが前原外務大臣以後の民主党政府は不法占拠という言葉を使わず、今津議員の質問主意書に対する答弁書で法的根拠のない形で占拠されているとの表現に変更をいたしました。でこれではロシアに誤ったシグナルを送ったことになるのではありませんか。足元を見られた尖閣や竹島の過ちを繰り返すことになるのではないかと思います。元島民や返還運動関係者も大きな幻滅を感じていると思います。静かな環境ということにこだわりすぎると日本の意思が明確な形で伝わらず、逆にロシアに不信感を与える結果になるのではないでしょうか。相手がプーチンであればなおさらのこと、明確な言葉で日本の意思を語るべきではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。委員長、現場外務大臣。はい、今のですね、宮越委員のですねご指摘は、いくつかにわたるもので、ございます。まず不法占拠と法的根拠のない占拠という問題でありますけど、これはですね、実は民主党政権になる前からですね、さまざまな表現が実は使われているんですね。ですから現実に法的根拠のない占拠ということを言って法的立場が変わるか法的評価が変わるかといったら全くここは変わりません。そういうことを何度も申し上げてきているということで、ございます。そしてその上でありますが、私がですね静かな環境ということをなぜ言うかと、またラブロフ外相がなぜ静かな環境ということを言うかということなんですけれども、私もこういう委員会の場での発言に気をつけなければならないんですけれども、やはりどうしてもですね領土問題というのは結局交渉を通じて解決されるべきものだと私は思いますし、首脳間の信頼関係というのは非常に大事だと思うんです。でマスコミ等を通じてですねこうやり取りを行うということばかりになってしまったときに、決してですね私はこの領土問題で実質的な進展が得られるかと言われればですね、なかなかですね難しくなってしまうのではないかという意味でですね静かな環境という言葉を使っているというふうにですね、ご理解をいただきたいと思うんです。でこれは互いの認識なんですけれども、この間も外相会談で今まさに互いに信頼関係、信頼情勢ができてきたと、こういうふうにラブロフ外相と私との間では基本的な認識を共有をしているところでありまして、まさにそういうその日露間の信頼関係というものをもとにしてですね交渉を行っていくということが大事である。その際に毅然としなさいと、こういう論点もございましたけれども、あの時の外相会談でも四島の帰属は日本にあるということを私は言いました。でその上で、立場は違うけれどもお互いにこの議論を再活性化させようじゃないかと、この議論を行って進展をさせようではないかと、こういうことで一致をして、まさにプーチン大統領就任後、つまりは新しい政権ができてからですね具体的に始めようということをあの時の外相会談でも一致をしたところでありまして、冒頭申し上げたように朝野委員にもまたお答えをしたように、あの時の両者のですね合意と気をいつにするものであるというふうに思っておりますので、先ほど申し上げたようなですね姿勢で粘り強く、しかも戦略を持って対応したいというふうに考えております。宮越光弘君。昨年の2月7日北方領土の日の全国大会、今年は川端大臣も現場大臣もご出席でございましたけれども、昨年の大会にも私出席をいたしておりました。
その時に当時の菅総理が、この私どもが聞いていてでも非常に違和感のあるとんでもない言葉表現で、挨拶をされました。そういうそのことによってロシア側も非常におそらく今の、当時の菅総理は何を考えているのかなということになったのではないかと思います。やはり言葉に気をつけてできる限り静かな環境の下でという意味はわかります。しかしそれだけにこだわりすぎると真意が伝わらないということでありますから、そこはやはり明確な対応をお願いをいたしたいというふうに思います。川端大臣にお伺いいたします。川端大臣は納沙布岬で連合の現地集会に出席されたことがあるというふうに答弁でおっしゃったことがあると思います。私も実は北方議連の事務局長として連合の現地集会に出席を要請を受けて出席をしたことがあります。北方領土返還運動は党派を超えた国民運動であるからであります。 大臣は現地の納沙布岬で島の架け橋という大きなアーチ型のこのモニュメントをご覧になったことが あると思います。でその真下に北方領土返還実現への国民の悲願がこもった祈りの火が赤々と燃えていたという記憶がございますか。川端大臣。私が初めて、納沙布集会と当時呼んでおりましたけれども、行ったのは連合ができるより前でありまして、私前線同盟という労働組合におりまして、いわゆる民社同盟という側でおりまして、北方領土返還運動というのはその時の一大、運動でありまして、これが後に連合で、いわゆる昔でいう同盟系総評系が合体した時に我々の運動が連合に継承されたということであります。その前に行きまして、一番初めの時はまだ日がなかった時ではなかったかと、直後に後でできたということも経験をございまして、日が灯っていることももちろん承知をしております。宮越光弘君。その祈りの火はいつどこで採火をされて、どのようにして根室の納沙布まで運ばれたかご存知でしょうか。川端大臣。採火は沖縄でされたことはあれですけども、ちょっと運んだ人だからすいません。宮越光弘君。沖縄で採火されたことは間違いありません。昭和56年沖縄県最南端の島波照間島の南十字星を見ることのできる海辺で採火をいたしまして、2つの移動用ケースに収め、太平洋側日本海側の2つのルートで全国をキャラバンをいたしまして、一時たりとも火を消さないよう万全の注意の上、日本最東端の納沙布に運んだと。私も富山県内のキャラバンの責任者を務めさせていただきました。でこの年2月7日を北方領土の日とする閣議決定がなされ、翌年北斗港が制定をされました。沖縄が戻った、次は北方領土だ。日本国民の沖縄返還への思いと北方領土返還への悲願はここでつながっております。でその時々の状況の変化に一喜一憂せず、何としても北方四島の返還を実現する、これが領土交渉と返還運動の原点であるというふうに私は思います。で政権が変わったとしても、これは政府の一貫した姿勢でなければなりません。返還運動の長い歴史を踏まえ、川端大臣と現場大臣から改めて返還実現に向けた決意を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。川端大臣。改めてその沖縄そして北方問題の原点にお触れをいただいて、思いを新たにしたところでございますが、先ほどからお話ししましたように、30年以上前にから始まったときに、まだその当時は戦後30数年でありました。先般この職を拝命して、10年ぶりぐらいでしょうか、寄せていただきましたけれども、島の形は目の前に見えているけれども、30数年も経って、もう67年も経ってしまったということと、ご案内いただいた元島民の方が U ターンするときにこのまままっすぐ行ってしまいたいというふうにおっしゃいました。
その部分では改めて年月だけ経って事態が進歩していないということの、まあ、深刻さというのも改めて感じました。先ほど来のご論議で外務大臣が、まあ、一番の当事者として難しい外交交渉を粘り強く続けていただきたい同時に、私はこれを大きく支える世論喚起というものが、やはりいろんな問題の時にやはり世論がすぐ反応するということが一番やっぱりその応援としては大事だというふうに思っています。これを所管する分としてしっかりと覚悟を決めてやってまいりたいと思っております。山田外務大臣。私はですね、北方領土をですね洋上から視察をしたときに小泉千島列島の理事長さんがですねお隣にいらっしゃったんですけれども、このまま色丹通りに帰りたいなってこうおっしゃったんですね。で、あの言葉は私は一生忘れないし、元島民の方々が高齢になって、おられるということでですね、私としてもあの時に改めてその思いを強くしましたし、北方領土交渉について、まさに四島の帰属の問題を解決をして平和条約を結んでいくんだ、精力的に交渉を強い決意を持って行っていきたいというふうに考えております。宮越光弘。終わります。ありがとうございました。